あ？ねえ、それはさ、どこで売ってんの？なんかね、埼玉県と群馬県の県境にある。それで。忘れちった。あ、あった。広田金物店で売ってるらしいよ。ここは群馬県ですか？あ、ここまだ埼玉県。その川越えたら群馬。埼玉と群馬の県境には川があるんだね。ねえねえ、あれで向こうへ渡るのか？そうだ、あれで渡るんだ。よし、川を渡れ。うわあ、成功年からやってんだ。店の人今でもちょんまげしてんじゃねえのか。それはないよ。ないか。うん。ずっと売ってんのかな。あ、すいません。僕ならその棚の裏にあるし、住みおこしもそばにあるよ。なんすかその五徳って。五徳ってな、お前炭で肉焼くときに絶対に必要なもんだろ。あんたらも炭焼きパーティーやるんじゃないのか。あの、トカレフありますか？あるけど、どうするんだ。あるんすか？あるよ。ください。だから、どうするんだって聞いてるんだよ。僕たちは、復讐しなければいけないんです。復讐？誰に？なんで復讐するんだ、言ってみろ。僕たちの仲間が、おばさんに殺されたんです。おばさんといっても親戚ではなく。どんなおばさんだ。亭主に逃げられて金に困ってるおばさんか。水商売やりたくても年食いすぎてて干されっぱなしのおばさんか。それは違います。調査によるとスイミングクラブに通ったりカラオケボックスに行ったりしてるような。着ているものも糸魚川堂のバーゲンで買ったやつじゃなく、一応ブティックというか専門店で買い揃えたようなおばさんです。じゃあ何か、シャンデリアぶら下がったスナックでもってフランク長いみたいにシャルタ歌謡曲歌おばんか。そら、そうです、フランク長いとか、うん、あ、西田幸子とか、あとユーミンとかも歌おばさん。だとしたらあれだな、でっかいガラス窓のあるレストランでキノコのスパゲッティ食ってるおばさんだろ。え、そうです、ドリアとかオニオングラタンスープとか。インドネシアピラフを食べてるおばさんです。
死ねえ。ちょっと待ってろ。実報が葉っぱ咲いてるから。13万なんだけど、お前らの動機が不純じゃないことよくわかったんだな。11万でいい。11万、あれ誰にでも言ってんですか、これ。これといったやつが売らねえよ、まあ、俺はお前らが気に入ったんだよ、ね、よく言うだろ、気球が滅亡した後に最後まで生き残んなゴキブリだって。あれ嘘嘘、おばさん。びっくりしたけど、まあ、10回だからよかったじゃん。だよね、結果往来だよ。うち怖かったけどね。ね、本当だよね。出たよ、こわーっと。危ないって。何やってんの、危ないよ。危ないよ。いや、でも試しといた方がよくね。そうだね。うわ、田舎に銃声を響かせよ。あいやいや、でも石君何言っちゃいいんだよ。いや、そんなのその辺にいるウサギでいい。どこにいるんだよ。あれだよ、あれ。あれ言うと。マジっすか。いやいや、それまずいでしょ。いや、もう決まりでしょ。いやいやいや、撃っちゃう。まあ、いや、まずい。撃っちゃえ。危ないから。ちょっと待って、本当、素人が初めて撃ったって当たるわけないから。撃つ。撃つよ。すげえ。近い。